その彼との時間が全くない。スタート時間に遅れるなんてありえないから。はい、ありがとうございます。私ほら割ってるからさらに梅、うん、梅どう？梅を炭酸で、うん、あ、なるほどね。梅感出てる。なんか懐かしい感じだった、うん、似てるもんね。そっくり。そうなんだ。そっくり。二人兄弟の？三人。男二人いますね。あ、お兄？うん、ここ。うん、超可愛がられてるでしょ。もう一人のお兄ちゃんどこ？実家。え、ゆんちゃん。あ、そうか。妹ちゃん。二、うん、人兄弟。もう一人いるのね。お兄ちゃんと、あ、一番下に弟がいる。そんな四人だ。四人だ。四人。男男にサンドイッチなんだ。そう。いいな。兄弟。行ってよかったなと思いますね。うん、はい、うん、思う。大人になって私昔は本当思わなかったの。本当なんか意地悪な人たちだなと思ってた。本当、だって心さんだけ全然可愛がられてない。お味噌汁に豚のなんか油みたいな、油身みたいなのばかり入れられてこれはすごい美味しいものだとか騙されて可愛いね。なんか男みたいな扱いされてて本当でも子供だと分かんなくて、こういうなんか珍味みたいな言われてて、なんかあれですか、豚の中油、鶏の皮みたいなやつ、もうそれと美味しいとか言いながら食べてて、お味噌汁に入ったら美味しいわけないじゃん。めっちゃ分かるでしょ。あと私はもう弟にそういうことやったから、あとなんかいたずら電話とか昔とか家電っていた電してたじゃないですか。お兄ちゃんが私に板電して、なんか高校で友達の誕生日パーティーあるからとか言われて、私補助輪でブーンと動いて、補助輪いないわけよ。なんで補助輪です。かわいい。補助輪の時代でみんなお兄ちゃんがめっちゃ笑ってるわけでも、なんで笑ってるか分かんないからとりあえず行って、そしたらなんかやってないよみたいなこと言われて、他でもまた補助輪で戻ってくるっていう。今もめっちゃ分かる。すげえムカつくなみたいな。上はね、やっぱそうやってね、そう面白がってんだろうね、うん。ゴルフはどうですか、やっぱ基準にします。ゴルフするかどうか、うん、別に私どっちもいいんだけどね。ゴルフする方がよりいいけど、うん、でも時々しない方がいいのかもって思うこともある、うん、しない人の方がわからない価値観、うん、趣味が全然違う方がそういうもんなんだっていう、そこには嫉妬もさ介在しないっていうか、うん、なんか逆に知ってるから変に嫉妬が出たり、うん、わかる。そうそう、え、ちょっとやってったらよくない？そんなにさ、なんかゴルフを、まあ、毎月行きたいみたいな、毎週行きたいとかじゃなくて、なんか年一でも、うん、そうだよね、なんか彼女がやるんだったら、うん、ゴルフなんか旅行でやるっていうんだったら、こうやりたいみたいな、うん、やる人がいいな。どうせね、旅行行くんだったらさ、私はやっぱゴルフしたいじゃん。わかる。でも一人じゃできないしね。そうそうそう。じゃあ、ね、チームでさ、行こうってなった時に一人だけ置いて、うん、行くわけにもいかないしな、みたいなのもあるから、うんうん、でも、ね、こっちは時間を使ってることにイライラしてくる。みんなから運動行ってんのに。どうぞ、ない行ってきてって言われて、しなければいいけど、なんかちょっと知ってるけど、うん、もうちょっとついていけないからみたいな感じ。行ってきてって言われると私は行っちゃうし、うん、行ったらその彼との時間が全くない。あれって気がついたらなんか全然合う。眠たいタイミングも違うしね。もうすごい眠たいじゃん。やってるからゴルフ。あっちはさ、なんかゴルフしたいか飲みたいみたいな。そう。明日休みって言われて、休みは逆に早いから。そう。複雑みたいな。金曜だからけどもっと早い。そう、金曜日は早く寝るもんだから。そう、土日のゴルフ。そう、あの、別に上手くなくていい。全然私下手でも上手くても関係ないんだよね。楽しい、好きだったら、うん、そう、うん、そうだよね。下手でもね、うん、全然ふてくされない人とかね。そう、全然なんか、うん、教えてとか言ってくれる人も、うん、うん、うん、全然なんか意外と教え好きだよね。教える私。え、なんか聞くとさ、教えてくれる。みやこどうしたらいいのとかって。そう、うん、教え間になってる私。やばい。気づいてない。聞いてるからでしょ。聞いてるから答えてくれてるでしょ。そうかも。そうね、あの、私は結構聞いちゃうからね。どうせなんかあるんですか、課題とか。今の100切りだったんだけど、みほはそう、ようやくこうやってこないと初めて聞いたから、ね、そう、すごい。そうだから迷惑かけちゃうと思うんですけど、でもあの同じだけ飛ぶから、へぇー、そうで、ベールと私処理うまいって書いてあるけど、アプローチとパターが基本とっちゃかっちゃったりするんだけど、この間は良かったよね。
もう私びっくりしたと思う、なんか降りてきてるって美和子がためにだけど、どうしよう美和子今日降りてきてるって言うんだけど、あ、美和子どうしよう今日私降りてきてるって言ってたよね。すごい降りてきてたよね、本当もうどうしよう。いつもはアプローチではもったいない、近づけば近づくほど遠い国に行っちゃう。てかね、パターもえーってこれ打つわけ男前みたいな、カーンってね、もう全部違う。違う、練習すればいいだけだ。だって私の中で思うのは、なんて届かなかったら入んないんだよって。だから、うん、バレーボールとか卓球のサーブと一緒、ずっとテニスしてたから、うん、サーブが入んなかったら、うん、だから 8.5 フィートがいいんだよね、日本。8.5 フィート、ちょっと重めの 8.5 フィートがダメなんだ。ちょっと止まるやつね、あの打ったけど止まったみたいな。私は多分あの10フィートぐらいが好きなわけ、うん、だからどうしてもショートしちゃうの、うん、でも美穂はね、合ってた、この間ね、すごかったね。美和子さんと会ってゴルフ始めたんですか？美和子がやろうよやろう、ここでちなみに高校同級生とか、高校同級生も、そうそうそう、でやろうやろうよって、私はそうやってお客さんから誘われたりとか、うん、いろいろ連れてってもらうことあるけど、やっぱり仲いい女友達と本当にあのプライベートで回りたいからって言って、そう、誰か知らんね、私もう20年以上になるわけよゴルフ、うん、で私が始めた頃はさ、ノリで女友達始めたんだけど、その子はハマんなくて私一人ハマっちゃったわけ、うんうん、でもその頃は本当女子がいなかったのゴルフ場に、うん、まあ、ゴルフも取れない、なかなか取れない時代でさ、まあ、ラッキーなことにいろいろ連れてってもらったけど、本当女の人なんて少なくて、いつも、うん、だから全然周りでやってる子もいなくて、うん、で面白いよって言ってもさ、そんなおっさんのスポーツみたいな感じは、みんなイメージとしては、うん、で全然誰もやってくれなかったよね。今でもそうですもんね、全然やってなくて、で私が誘ってもええだってやったけど面白くなかったもんみたいな感じだった。なるほどね、そう、それをね、多いですよ今は、うん、昔やったけど面白くなかったからね、そうそうそう、ごちゃごちゃ言う人多いんだもんそう、下手くそなのにおじさんたちからいろんなことを言われて、今も乗せますよよっぽど仲いい女友達とかから教えてもらう方が入りやすいと思う。雑誌読んださ、そのまま言ったりとかするじゃん、うん、できないよね。言う人言う人、言うおじさん言うおじさん、みんな違うこと言うから、うん、もうなんか収縮つかなくなっちゃって、すごい、もうおじさんのせいになってるなんか、おじさんのせいに昔はね、なんかおじさんしかゴルフしてなかったいやでも今本当に女子は増えたと思う、ね、もっとやったよね。あと私思うのは、どこもそうだけど、子供を預かってくれる性システム、ね、そう、ね、持ってないとやっぱ難しいと思う、うん、だからゴルフ場がちゃんとそれを持っているんだったら、ママ友で集まってとか、うんうん、ラウンドできると思う。ないんだよ ね、 ないね。そう、美穂もね、本当にルーズな子だったんだよ今までは、ね、最近改心してね、早く来るようになってね、すごいよね、ほんと変わったね。でもなんか本当になんかそこ大事ですよね、うん、こうそれね、あんまり感じてなかった、運転してもらう以上とか、連れてってもらう以上になる。だから言ったけど、悪気ないけどずずしいからねって本当全然悪気ないんだけど、ずずしいんですっていうゴルフ場で、ね、私がハーミーが来たいしみたいな感じで、そしたらいつも絶対時間よりもカートに早く行く美和子も巻き込んだんだよね。そうだっけ、トイレにすっごい怒鳴られた。あ、そう、え、そうだっけ、全然怒られたんだっけ、お前何やってんだって。でもそれはなんでかっていうと、この間練習しに行った時にごめんなさいこの間怒られてからっていうの話をしたら、あの当人同士だったら問題ないんだけど、そのゴルフ場でキャディーさんを待たせて、しかもスタート時間に遅れるなんてありえないからみたいな、うん、だからなんかもう見せしめで怒っちゃったんだけどもっていうのの後に、私が10分ぐらい前からおっせえなーと思ってこうやって家の前で待ってたら、もうびっくりしちゃってどうしたんっていう、であのだからなんかあの後からすごい私ちゃんと時間に行くようになって、美和子にも褒められてって言ったら褒められた、褒められてるか、褒めて褒めてって偉いこれ最近は早いでしょ私早くないって言ったら、そのお客さん曰く
それが当然なんだけどねって。でもそれを気づかせてくれた美也子も偉いと思うしって言われて、まずまあ実行できてるのもね、うん、そうなかなか変えられないもん。そうなの、うん、いや分かってても、ね、あーって思う、ルーズな人ってそうなのよ、うん、本当に分かってるんだけど、だって出際になったらこれが電話が鳴っちゃったんだものとか、なんとかだったもの、そしたら忘れ物しちゃったんだものとか、まあ私も昔ルーズだったからそう思ってね、だって自分には言い訳があるから、うん、いやそう、いや早く出るつもりだったよ、でもこうだったから、うん、ギリギリになってってっていう言い訳があるんだけど、ゴルフを通じてだけど、なんかまだ今更ながらの、うん、本当に大人としてのマナーをなんか学べたなとか思って、グリーン上にしても、うん、そのアイアン持って走るにしても、うん、ピンを持つにしても、うん、こう今みんなにサッてできるのって言われてきたからだなって思うから、うんうんうん、そうだね、やっぱそうやって厳しく教わってよかったなって今思うよね、うん、今では、はい、おやすみなさい、解散解散じゃあね、映ってる映ってる映ってる、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。